の上のですね、ツボがあるんです。おしゃべるかな。このちょっと出っ張ってる部分にツボがあって、はい、これ当たってると苦しくないが大丈夫ですかね。ここのツボ、そう、はい、あるので、クッと上げて、クッと開いてあげると、鼻が通る、空気が通る道筋ができるんですけども、なんかいいポイント見つけられます。わかります。クッと押して、スッと開いてあげます。道筋ができるの。わかります。なんとなくわかります。はい。手はこのままで。はい。グッと下げて。はい。でもツボは押したまま。でリラックスします。少し呼吸。でちょっと傾けてください。はい。よくかじゃっていいですよ。はい、楽にしてください。力を。じゃあこの状態で吸ってみてください。あの、はい、こっちがずっと詰まったんですけど、はい、今めっちゃ通ってます。通りました。はい、お、良かったですね。本当に通りました。通ってます。お、すごい、すぐ効果ありますね。あれ、こ、あれ、え、なんでですかこれ。あ、良かったですよ。そう、この方法がすごい効くんです。あ、すぐ効果があるので、で緊急じゃん。いいですね。これ覚えてきます。覚えてくる、はい、この感覚忘れないで、はい、ありがとうございます。そうするとちょっとやってみてください、はい、そうすると花粉に負けない、花粉じゃなくてもあの鼻づまりとかに、普通の風邪の時の鼻づまりとかでも全然大丈夫です。本当に取れました、うん、怖いですね、逆にちょっと逆にちょっとギュッと肩を下げて、で、よくかかっちゃって、実際背もたれある椅子とかでやってリラックスして、はい、開きます。はい、大きく吸ってください。はい、すごい。どうですか。はい、通りました。通りました。はい、お、あ、すごい。どんな感覚ですか今。なんかさっきすごいなんかピュ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 言ってたんですけど、すごい、はい、これやったら普通に、うん、なんか普通に吸えます。普通に吸えるようになりました。はい、これ緊急時の対処法なので、はい、詰まったなっていう時にその都度やっていただければ、はい、この感覚、あ、本当ですか。また、はい、感じられるので、やめてください、はい。うん、すごいですね、はい、すぐ、びっくりしました。すぐ反応出ましたね、はい、なんか、うん、最初難しかったんですけど、横とか、うんうんうん、どっちに押せばいいのか分かんなくて、うんうん、なんかちょっとグッて上に上げていったらなんか一個見つかるところがあって、そう、そこの感覚がすごい大事で、あ、そう、実際に道筋、空気を通る道筋ができるあのポイントがあるので、そこ見つける、もう見つけられました。はい、ありがとうございました。はい、吐きます。いいですよ、はい、はい、大きく吸ってください。あ、本当だ。はい、あげます。どうでしたか。吸い、なんか、スースーしてます今。スースーしてます。はい、今してます。さっき結構詰まってたんですけど、うんうんうん、吸いやすいです。吸いやすくなりました、はい、釘がすごい通ってる感じの、なんか道が感じます、ね、道筋が、はい、すげえ。一人でできますね。これ一人でできるんです。で、この感覚を覚えていれば自分一人でも簡単にどこでもできるので。はい、お
そうですね、お金もかかんないし。お金もかかんないし。一回やった、初めてやっただけだったらまた戻っちゃうっていうこともあるんですけども、これを症状のたびにやっていくことで症状が出にくいからだって。なるほどね。そう、なんていうの。それじゃあ、なんかやりすぎて効かなくなっちゃうとかってのはないですか？とかではない、もうどんどんやっていくので、体に悪いことはしないので。空気が吸って通るのが分かりました。吸って通りました、うん、押さえてすぐに、はい、なんかこう奥の方、鼻の奥の方がすごい、はい、なんかこうスッと一本なんかこう穴が開いたような、うん、空気の穴が開いたような感じがして、穴が開いてそこから入り込むような、はい、スッてこうなんかこう一回冷たい空気が入ってくるような感じがして、うん、で吸ってるとなんかこう空気がそこからスッと入ってくる感じがすごい分かりました。奥の方がスッキリした感じがします。奥の方がスッキリした、はい。でも今本当にこうやってるだけで結構スッとするんですね。結構今こうやった瞬間になんか、うん、スッなんかスッ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 なんかスッってきたみたいな感じがしました。きました。結構だからスッ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 、はい、戻ります。はい、大きくもう一回吸ってください。早く、はい、いかがでしたか？いや、全然違いました。違いました。はい、なんか吸える量が違う感じがしたんですよ、はい、吸える量というと、なんかたまってると、うん、こんくらいしか吸えない、うん、あ、そうなんですよ、ちょっとしか吸えないんですけど、なんか奥まで吸えたみたいな、はい、なんか本当に頭のイメージ通りというか、うんうん、なんか奥まで行ってる感じがしたんですよ、ね、今まで味わったことないかったけど初めての感覚でした、はい、初めての感覚でした。鼻はそう、すっきりしました。すっきりした感じ、はい、すっきりしましたね。これ本当に朝とかもできるし、あ、鼻が詰まったなとか詰まりそうだな、今日なんか花粉が飛んでる、飛びそうだなっていう時にやると、その時のすっきり感、あ、これだけでそんなにすっきりする、これですっきりするっていうのもそうです。それを続けていると、花粉が飛んでても反応しない体っていうのができてくる、そうなんです。はい、吐きます。はい、もう一度大きく吸ってください。はい、吐きます。はい、いかがでしたか？すごいびっくりしました。びっくりしました。もうなんか今までこういうことやったことないので、はい、簡単にできるっていうか、うん、しかも何ですか、もう家でもできるじゃないですか、うん、そうですね。もうなんか鼻研究時とか、本当に鼻が詰まった時にもうやってみたいと思います、うん。これやってる時が一番すごい、うん、鼻のなんですか、空気の通りが良くて、最初からもう空気が通ったんで、びっくりしました。おっしゃってましたよね。すごい、もう毎日も続けてやろうかなと思います。朝起きた時からもう今ずっと詰まってて、この辺りが、うん、はい、この辺りなんかモヤモヤしたりとかしますよね。そうなんですね。なんかもう辛いと、もう顔全体が辛くなるっていうか、うん、ここが詰まってると、うん、でここの通りが良くなるとやっぱり、うん、すごい、なんですか、気持ちも楽になるっていうか楽になりました。なんかもう薬を使わずにっていうのがこう魅力的で、そうなんです。